はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。今日の動画は元ブログのやり方をお話ししていこうかと思います。僕が元ブログを始めてですね、もう1年以上になるんですけども、いくつか動画をアップしてきましたが、僕なりの元ブログのやり方を今回は紹介していきましょうね。今日お話しする内容は元ブログに必要な道具を紹介していきたいと思います。これから元ブログを始めたい人、または元ブログをやるときにどんな道具が必要か迷っている人、そんな方はぜひ最後まで見てください。ちなみに今回からですね、元ブログのやり方っていうのを何回かに分けてお話ししていきます。なのでよかったら全部見てくださいね。では始めていきましょう。はい、まずですね、元ブログに必要な道具、その1は何かというと、じゃん、はい、オートバイです。オートバイ、おもちゃのオートバイじゃありませんよ。本物のオートバイです。一応ですね、部屋の中なんでオートバイは持ってこれませんから、はやぶさのおもちゃで代用しております。元ブログというのはモーターサイクルビデオログという意味なんですね。略して元ブログと言います。つまりですね、モーターサイクルということはモーターがついている二輪車ということです。そう、オートバイとかですね、バイクという意味がありますね。なので元ブログに必要な道具、まず第1番目はオートバイが必要です。ちなみにですね、オートバイは原付、小型、中型、大型バイク、何でもいいと思います。原付乗ってて動画撮影してても元ブログです。車種とかですね、排気量とかっていうのは関係ありません。どんなバイクも元ブログに匹敵します。じゃあ元ブログに必要な道具2つ目ですね。それは、はい、アクションカムです。アクションカム、今手に持っているものは GoPro の Hero7 です。ちなみに僕がよく使っているのはこちらですね、 Hero5 セッションですね。もう一個あります。今撮っているのも Hero5 セッションです。ですから Hero5 セッションは3個ありますね。3個。元ブログにはですね、このようにアクションカムっていうのが必要です。はい、アクションカムにはですね、この GoPro 以外にも、ソニーの FDR-X3000 というのがあります。アクションカムはですね、どれ使ってもいいと思います。はい、これはもう人の好みによるでしょうね。画質とか画角とか、そういうのは若干の違いはありますんで、ぜひご自分で選んでみてください。元ブログに必要な道具3つ目はこちらです。マイクですね。マイク、元ブログのやり方は人それぞれです。僕のように自分の声を収録する人もいれば、映像とか音だけを収録する人もいます。どっちでも構いません。もし何か喋りたいっていうんでしたら、やっぱりこのマイクは必須です。ちなみにマイクの種類も結構あって、ソニーさんが出しているマイクというのもあるんですけども、結構性能が良すぎるんですね。で、このバッファローは若干性能が落ちるんですが、ヘルメットの中にこのマイクを仕込むわけですから、ちょうどいいぐらいの音質になります。なので僕はこのバッファローを好んで使ってます。このマイクもですね、いろいろ種類がありますので、よかったらご自分で選んでみてください。じゃあ次に必要な道具ですね、4つ目です。元ブログに必要な道具4つ目はこちらです。ヘルメットですね。ヘルメット、ヘルメットはですね、このようにアクションカムを取り付けるために必要です。ちなみにアクションカムはヘルメットに取り付けなくても結構です。例えばバイクに取り付けることもできますし、言ってみれば胴体につけるアクセサリーもあるんですね。そういうのを揃えれば、あえてヘルメットにつける必要はありません。僕の場合はなるべく目線ですね、ライダーの目線という感じで、元ブログを撮りたいなと思いましたので、ヘルメットを使ってます。これが4つ目ですね。で、元ブログに必要な道具最後の5つ目はこれです。何かというと編集アプリですね。編集アプリ、元ブログをアクションカムで収録しましたら、このような編集アプリで編集していきます。もちろん編集しないでそのままアップロードしても構いません。
ですがこの編集アプリを使うと無駄な話とかですね、息遣いとか、まあ、そういうものを全部カットしてコンパクトにまとめて、アップロードすることが可能です。なので、まあ、最低限この編集アプリっていうのは必要だと思います。ちなみに僕が使っている編集アプリは Apple 社の iMovie っていうアプリです。はい、iMovie っていうのはもう本当に初心者でも、動画編集の初心者でも簡単に使えるアプリですので、まあ、おすすめです。他にもですね、動画編集アプリとしては有名どころで言うと、Final Cut Pro とか Adobe とか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ご自分が使いやすい編集アプリでいいかと思います。ちなみにこの iMovie はですね、 iPhone の中にもありますんで、僕は iPhone で編集してアップロードすることもあります。最初の僕の動画はほとんど iPhone で編集してます、まあ、最近はですねこの Mac を使って、編集してますけども、まあ、この Mac の方がですね若干の機能性が広がるんですね、はい、ちょっと凝った動画を撮りたい場合は、この Mac で編集してます。はい、元ブログのやり方です。今日は元ブログに必要な道具を5つ紹介しました。まず必要なのはバイクですね、バイク。次にアクションカム、そしてマイクですね、そしてヘルメットに動画編集アプリです。はい、この5つですね、この5つの道具があれば最低限元ブログをすることが可能です。まあ、これから元ブログを始めたいという方はぜひこの5つを揃えて、始めてみてください。元ブログはですね、やり方は1つではなくて、まあ、いろんなやり方があります。今回は僕がやっているやり方を紹介しています。なので、まあ、もしかしたらマイクはいらないとか、この動画編集アプリは他のがいいとか、ヘルメットはヘルメットにはつけないからいらないとかっていうのはあるかもしれませんが、まあ、今回は僕のやり方を紹介した次第です。参考にしていただけたら幸いです。はい、ではですね、次回の動画ではですね、こちら、GoPro のアクションカムについてお話ししていきたいと思います。ちなみにこのアクションカムを使うとき、 GoPro のアクションカムを使うときですね、いくつかアクセサリーが必要なんですね。で、用意しておいた方がいいアクセサリーというのを次回の動画では紹介していきたいと思います。ちなみに僕はもう結構なアクセサリーを買って無駄な金を使ってきました。なのでね、最低限これだけはあった方がいいというアクセサリーをね、厳選してお届けしたいと思います。ですので次の動画もよかったらご覧ください。はい、では今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。